最強は目の前にこのような石たちを用意してみました。真っ黒クロスケのクロス衣装モリオンですよね。この石をご紹介させていただきたいと思います。まあお客さんの方からね、クロス衣装モリオンについてどうなんですかというね、お問い合わせが少しあったもんですから、今日はクロス衣装、そしてね、まあ前回もね、今までも何度もまあご紹介はしてるんですけども、スモーキーコーツね、エジリンが入ったスモーキーコーツとかこの辺もあるんで、この辺も少しねご紹介できればしたいなとは思うんですが、今日は 1,2,3,4,5,6,7 点、まあ少しですけどね、7点のクロス衣装モリオンを順番にご紹介させていただきたいと思います。で、先日ですよね、アメジストの3部作お届けしたんですけども、ご覧いただけましたでしょうかね。一番最初がインフィニティですよね、繁栄し続けるっていうインフィニティ、あれはもうお客様のもとにね旅だったんですけども、その後に回るアメジスト、そしてね、頭を入れてください、手を入れてくださいということで、嫉妬とかをね解消するヒントがまあたくさん詰まってるというね動画をお届けしたんですけども、もしまだご覧いただいてない方がいらっしゃいましたらね、まあまあいいこと言ってますので、ぜひね、ご覧いただけたらと思います。で、今日はね、まあ打って変わってアメジストではなくてクロス衣装モリオンということで、ブラジルのモリオンですよね。まあ中国で撮れたりとか結構するんですけども、今日まあエネルギーが全然違うもんですからね、今日はモリオン、ブラジル産のねやつをご紹介したいと思います。まあもちろんね、天然です。これ人工的に色をつけたものではなくて、天然のねクロス衣装ということで、まあ小さいものはね、ほんと小さくてね、こんなタイプもあります。こんな感じね、こんな小さいものね、こんなものもあったりであるとか、あとまあそんなにないんですけども、大きいものがね、先ほどのこんな感じの大きいものもあったりしますので、今から順番に7点お届けさせていただいて、で後半またね少し登場したいと思いますので、お時間がある方はね最後までお付き合いください。それでは今から順番に7点ブラジルで採れたモリオン、クロス衣装ですよね、それをご紹介させていただきたいと思います。今回ご紹介する中ではこの子が一番大きい子ですね。これはオンラインショップに載ってますから、またね詳細はそちらでねご確認いただいてもいいと思います。 800g を超える子ですから、手の上にねこんな感じで乗る子で、まあまあ大きいですよね。しっかりとどっしりした子ですよね。こんな形状になってますね、こんな風になってる子ですよね。こんな風になってると、ね、まあモリオンとねスモーキーコーツの定義っていうのは難しいところなんですが、こんな感じでほとんどね、まあ、光を透かすところ、ね、透き通るところがない子をねクロス衣装って呼んだりしますよね。こんな風になってますよね。この黒くね光るこのね色合いがまあなんとも魅力的ですよね。に少しね可愛らしい、まあ、虹が出たりとかしててね、先端がこんな感じになってると、まあ先端とねこれを言っていいのかどうなのかっていうところは難しいんですけどもね、こんな形状になってる子ですよね。こんな風になってます。これがまあ今回ご紹介するクロス衣装の中では一番大きい子っていうことですよね。まあこんな風にね立てて置いていただいても迫力がありますよね。まあ寝かしておくというよりも少しね何かクッション性のあるものにこう立てていただくとかするだけでもね迫力が出てくるんじゃないのかなと思いますよね。こんな感じで置いていただいてもいいと思いますよね。こんな風になってる子ですね。これがまず1点目ですよね。こんな子、次2点目行ってみたいと思います。これが2点目の子になります。重さが 112g ということですから、まあ、そんなに大きくはないですよね。まあ、手の上でもこれぐらいのサイズということですからね。こんな風になってます。で、今からご紹介する6点は比較的ね最近入ってきた子ですよね。この辺に根元の部分にね可愛らしい結晶がねこうしっかりあったりあるとか、ね、こんな風になってます。いかついですよね。すごくねゴツゴツしてますね。この辺ね可愛らしくここも虹がねこう光ったりとかしますよね。この辺ねこんな風にねこんな風になってるんですね。まあ、これもね少しこういう風に立てて置いていただいたりするとそれは迫力があるんじゃないのかなと思います。
ねコンドームにね立てておいていただいたりとか。で握るのにもねちょうどいいサイズでしっかりと握ることができますし、エネルギーをね感じていただけるんじゃないのかなと思いますよね。こんな風になってる。まあ、今回ブラジルで採掘されたモリオン黒水晶7点ご紹介するんですけども、今からご紹介する6点はこの子も入れてね、比較的最近に入ってきた新しい子になりますよね。今蛍光灯の下で撮影してるんですけども、この黒のね色合いがね少し画面からは飛んでしまってるかもわからないんですけど、もっと落ち着いたマットな質感で黒光りしてる感じですごくかっこいいですよね。いかつくてかっこいいという表現がねいいんじゃないのかなと思いますよね。ゴツゴツしてるね。これが2点目になります。これが3点目になります。こんな風になってます。実際にはもう少しね、先ほども言いましたけども黒がねもっとも落ち着いたね黒で黒光りしてるっていう感じですよね。画面越しには少しね光が飛んでしまって淡く見えてるかもわからないんですけども、もっと黒っぽいっていう感じですよね。この辺がワイルドですよね。やっぱりねかっこいいよね。このね根元の部分がねこういう風に結晶してるという感じですね。まあ、今回はブラジルで採掘されたモリオン黒水晶をね順番にご紹介しております。魔除けの石ね、魔を弾くとかね言われたりしますけども、やっぱりこの黒のね色、黒色っていうのはこう引きつけられる、引き寄せられるね色合いですよね。ずっと見ていられますよね。こう引き込まれる感じ、吸い込まれる感じとね言ってもいいのかもわかんないですけども、これもね立てておいていただいたりしたらいいんじゃないのかなと思いますね。これだけではなかなかね、これは自立しますね。これは普通にねこのように立つことができますからね、そんな感じで置いていただいてもねいいんじゃないのかなと思いますね。こんな風になってる。これが3点目の子になりますね。これが4点目の子になります。こんな風にでっぷりとした子ですよね。これはね先端がかっこいいですよね。この上がねこんな風になってて、ブラジルで採掘された黒水晶モリオンを今回お届けしております。この子もやっぱり寝かすよりもね少し、まあ、自立はしないんですけども、何かねクッション性のあるものの上であるとか粘土なんかをね下に置いていただいて、こんな風にね立ててちょこっとこうね置いていただけるといいんじゃないのかなと思います。まあ、この子もね手の中にすっぽりと収まりますから握り心地がいいというね感じですよね。実際にはもっとね黒が落ち着いた感じでかっこいい色合いをしてますよね。画面越しにはどうしてもね少し光って見えてるかもわからないですけども、実際にはもっと落ち着いた黒ということでね思っていただいたらいいんじゃないのかなと思いますね。かっこいいですよね。まあ、黒水晶人気ですからね、一つねアイテムとして家にね置いといていただけるといろいろなね用途で使っていただけるんじゃないのかなと思いますよね。これが4点目のねモリオンになります。こんな感じになってる。かっこいいですよね。この質感がね何とも言えないです。いいですよね。これが4点目のモリオンになります。これが5点目の黒水晶になります。まあ、ここからはね少しサイズが小さくなったというかね、こういう風にポイントタイプになってますよね。こんな風になってる子です。まあ、この辺になるとねもう十分ネックレスとしてねトップとしても使ってもらえるサイズになってきますので、いろいろなね形で加工してもらってもいいと思いますよね。置いておくだけじゃなくてねぶら下げるということもね可能になってきますよね。この辺になってくるとね、まあ、手の上にねこの辺にこういうふうにちょこっと乗る感じになりますから、重さもありませんし、ほんとしっかりね手の中にスポッと収まる感じでね軽く握っていただけますよね。この辺になってくるとね、
まあ、こうなってくるとやっぱり持ち歩きたいですよね。こんな風に先端がこんな感じにねなってる子で、今回ブラジルでね採掘されたモリオン黒水晶をね順番に今回は7点ご紹介するということですよね。まあ、これもね画面越しには少しね光が飛んでしまってるかもわからないですけど、もっと落ち着いた黒っていうね感じで吸い込まれるようなね質感色合いをしてますよね。これが5点目のモリオンになります。これが6点目ですね。この子は根元の部分がね特徴的というかワイルドですよね。ここがね、まあ、これも十分ねネックレスのトップとしても使ってもらえるサイズになってますよね。まあ、手の上にもねこんな感じでねちょこっとこんな風になってますね。先端がこんな感じですよね。まあ、モリオンは本当ね家に一つ置いといていただきたいアイテムにはなってますよね。まあ、人気のある石ですからね、いろんな用途でね使ってもらえるんじゃないかないのかなと思いますよね。エネルギーを整えていただくとかね、ブランディングをしてくれるとかね、いろんな形で手助けになってくれる石ですからね。こんな風になってますね。これが6点目になります。これが最後7点目の子になります。今回ご紹介している7点の中で一番小さなタイプですよね。ね、こんな感じになってますから、アクセサリーのねネックレスのトップとしても十分ね存在感を発揮してくれるんじゃないのかなと思いますよね。まあ大きすぎず小さすぎずという形でね、ちょうどいいサイズじゃないのかなと思いますよね。こんな感じの質感の石ですよね。かっこいいですよね。これもねこんな風になってます。小さいですからね、まあ、持ち歩くにも十分ですよね。邪魔にならずにポケットインしてもらえるサイズですからね、いいんじゃないでしょうかね。まあ、今回ブラジルで採掘されたモリオン黒水晶7点ご紹介させていただきました。一番最初の大きな子はねオンラインショップに載ってますので、またそちらからねご覧いただいてもいいですし、気になる方はまたお電話をいただくなり実際にね見に来て触ってねエネルギーを感じていただければいいんじゃないのかなと思いますね。今回ブラジルで採掘された黒水晶7点ご紹介させていただきました。また後半ね少し登場してみたいと思いますので、お時間がある方は最後までお付き合いくださいませ。ありがとうございました。ということでね、いかがだったでしょうかね。結構良かったでしょうね。エネルギーもいいですし、サイズ感もちょうどいいですよね。持ち歩くこともできるし、もちろんね家で握っていただくこともできるし、まあいろいろ加工される方だったら、まあ6番目とかね、7番目とかこの辺にご紹介した子なんかはネックレスにねすることも十分できると思うんですよ。枕目ですることもできるし、ワイヤーなんかでねすることもできるしっていうことでね、でちょっとね水晶の中に入れてこうね立てていただいたりすることもできるしね、いろんな形でこれぐらいのサイズだったらほんとちょっとね持ち歩いたりすることもできるしということでね、まあサイズ感最高だと思うんですよね。まあ一番最初の子っていうのはね少し大きいですから、まあカバンの中に入れて持ち歩くとね、まあ重いですからね、まあなかなかどうなのかなと思いますけど、でもまあこれぐらいの重さだったらね、まあうちのお客様十分ねカバンの中に入れて持ち歩いてる方もいらっしゃるし、まあねポケットインはちょっとしんどいかもわかんないですけどね、まあ大きなポケットねされてる方だったらこれぐらいのサイズね、まあ入れてもいいんじゃないのかなと思いますよね。握り心地がありますよね。で前回のアメジストの時にもお話ししたんですけども、その、まあ、触り心地のいい石ですよね。まあある程度のサイズ感があって、まあ、小さすぎず触れるものに、こう、まあ、触れるものに限ってというか触れるタイプのものはね十分握っていただいて、そして触っていただいて石とのね会話を楽しむというか、石っていうのはまあいつもお話しするんですけども、まあそこにねまあある、まあ、石っていうのはまあそこに本当にあるっていう感じなんですけども、まあ、どこに置いていただいてもいい、ね、アメジストもそうですけども、どこに置いていただいてもいい、どこに置いていただいてもいいんだけども、やっぱりね置いてるだけではちょっとね寂しいかなという気もするんですよね。うん、まあ、石のある生活っていうのは最高ですし、ぜひしていただきたいから、小さい石でもねもうあっちこっちに置いていただいてね、例えば
うちのお店っていうのは本当小学生がこう500円玉を握りしめて買いに来られたりしますから、そういうちびちゃんたちっていうのは小さい石を買っていくんだけども、そういう小さい石でも集まるとね、本当エネルギーが変わりますからね、どん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 あちこちにね石っていうのを置いていただいて、そして余裕が出た時にはちょこちょこっとね少し大きめのサイズを置いていただくとかね、でだいぶ余裕が出た時にはこの間のような大きなアメジストをねリビングに置いていただいたりであるとか、寝室に置いていただいたりであるとかね、玄関に置いていただいてもいいですよね。まあ場所は取りますけども、一気に家の中の気が変わりますから。でこれはね、まあ、いつもお話ししてますから、なかなかね、まあ、分かっていただける方は分かっていただけると思うんですけど、僕がこう いくらね家の中がの気が変わりますよとか、石をあちこちに置くとエネルギーが良くなりますよ、その中で過ごすと最高ですよって言っても、これね実際に体感してもらわないとやっぱどうしても分からないところがあるんで、やっぱりね小さい石からねたくさん集めていただいたらいいんじゃないのかなと思いますね。お手頃なところから集めていただいても、あっちこっちに置いていただく、玄関にポチポチポチと置いていただく、そしてリビングに置いていただく、寝室に置いていただく、例えば仕事部屋に置いていただく、まあ衣装部屋、まあ衣装部屋かどうか分かんないんですけど、あっちこっちにね出窓に置いていただくでもいいし、僕の部屋なんかは、僕の部屋じゃないですよね、僕の家なんかはトイレなんかにもいっぱい石を置いてたりしますからね。そんな感じであっちこっちに石を置いていただいて、石のある生活っていうのをしていただけるとね、どん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 快適になっていきます。まあもちろんお掃除はしてくださいねというのは前提にはあるんだけども、その上で石を置いていただいて、でこの間のお話はないですけども、置いてるだけでは少しもったいないから、その中でも握り心地のいい石、触り心地のいい石というものに対してはやっぱり断るごとに触れていただいて、触っていただいて、おしゃべりをしていただく、石と会話をしていただくということですよね。願掛けをしていただいてもいいです。こうなりたいんだよね、ああなりたいんだよね、こんなことが起きると幸せなんだよね、こんな風に変化したいんだよねということをね、石にまあお願いをするじゃないですけども、もう会話していただく、石に聞いてもらうっていうことですよね。石と同調するっていうことですよね。いう感じでね、石っていうのは使っていただけるとね最高なんじゃないのかなと思います。でその中で今日はまあモリオン真っ黒クロスケの石ということで、まあ以前ご紹介したのがスモーキーコーツっていう、ご紹介した時に魔を跳ねのけるとかね、魔を退ける石スモーキーコーツなんていうのをねお届けしたことはあったんですけどね、またあの上の方にまあ出てると思いますから、よければねそちらも見ていただければいいんじゃないのかなと思うんですけども、今日はまあモリオンとスモーキーコースってその前にねどう違うんだっていう話にね思われてる方も多いんじゃないのかなと思います。まあ当然調べていただくとすぐ出てくるんですけども、まあ、簡単に言うとスモーキーコーツの過程からさらに時間をかけて長い年月をかけてできたものが黒水晶と思ってもらったらいいです。だから黒水晶になる前の過程がスモーキーコーツっていうふうに思ってもらってもいいんじゃないのかなと思います。まあ、もっと簡単にざっくり言うと、光を通すものがスモーキーコーツで、光を全く通さないものが黒水晶モリオンだよねっていうふうに捉えていただいてもいいと思う。ただなんですよ、ただモリオンと言われている黒水晶の中でも部分部分では光を透かす部分もあったりしますから、厳密な定義があったりするわけじゃないんで、なかなか難しいんですけども、やっぱり長い年月をかけて環境の変化ですよね、放射能の影響であるとかマグネシウムの影響であるとか、いろんな鉱物微量なこの自然界のバランスが年月をかけて黒に変化していくということですね。その過程で最終形態でできたのが、まあ黒水晶モリオンということで、まあ真っ黒クロスケになってると。でこの石っていうのはね、やっぱりどういうエネルギーなのかっていうと、それこそまあ先ほども言いましたけども、スモーキーコーツのところでねお話ししてる魔を退ける、魔を跳ねのけるっていうことでもいいと思うんだけども、この石っていうのはね、どっちかっていうとね、自分自身を守ってくれるんじゃないのかなと思うんですよ。時間をかけて成長してきたということで、そのエネルギーをふんだんに蓄えてますから、自分自身のオーラをこうねシールドしてくれるというか、フィールドしてくれるというか、自分自身を守ってくれる。だから悪いものを、魔を退けるとか遠ざけるとか、魔をやっつけるとか、そういうことではなくて、魔から守ってくれるって思った方がいいと思う。まあ、以前もお伝えしてますし、いつもこの動画の中でもお伝えしてるんですけども、例えば魔って何なんだっていう話になってきた時に、
まあ、いろんな捉え方がありますからね。よろしくないもの、自分にとってよろしくないもの、よろしくない出来事、よろしくない人っていうものを魔って呼んだりするという言い方、捉え方ができると思うんですよね。でそういうものからこう逃れたいというか、そういうものを退けたいというか、いいエネルギー、いいものだけをこう、寄せつけて取り寄せて、いいものを悪いものを排除したいっていうことなんですけど、なかなかね難しいというか、なかなかないです、そんな意思は。あのいいものだけをこう近づけてくれて、悪いものを遠ざけるなんていうね、ない、そんな都合の意思はないです。でまあ、もう一歩進んで言うと、じゃあ魔って何なのかっていうことなんですけどね、これはね、ちょっとね、今日はね、またね、あやさんに聞いてみたいと思いますよね。魔って何なんだっていうことでね、少しちょっと聞いてみたいと思いますよね。まあ、あやさん的には魔って何だと思います？何なんだ、魔を跳ねのける、魔を退ける、魔、悪魔、あ、悪い魔悪魔的なものってあるじゃないですか。例えば、なんか悪魔とか怨霊とか、なんか悪霊とか、悪霊、なんかまあそういうのもあるっちゃあるとは思うんですよね。そこにだから、まあよく魔が差すとか、魔が差すよく言うね、病魔とか、病魔あるね、いろんな意味で魔っていうね、存在ってあると思うんですけど、でそれをこう、寄せ付けないようにするっていうのが、こう魔を跳ね返すとか、魔を寄せ付けないっていう、それってどうしたらいいって言ったら、やっぱりこう自分を整えとく、滞ってるとか詰まってるとか整ってない時とかに、やっぱり魔の差し込む隙があって、病気になっちゃう、人のものを盗んじゃうとか、なんか薬物に手を出しちゃうとか、そういったのも魔が差すって言いますけれども、本来そういう気の乱れがなくて、自分がしっかりしてたら、なかなかならないね、ならないですよね。だから人に悪いこと、迷惑かけるようなことしたりとか、そういったのってやっぱなんかこう持ってかれてる状態じゃないですか。そういうことやね、差し込まれる隙間がないという。そうです、そうです。だからそういう状態に整えるのが先だよってことやね。まあ、跳ねるのけるとかっていうことよりも、通常の状態じゃない、どっちかって言ってもブレブレじゃないけども、どういう動機かは知らないんですけど、まあ、全部が全部魔のせいにしてもしょうがないしね、結局ね。そこになんかブレない自分というか、整ってる状態だと、結局そのまあ自分の中にあるそのまあ、エネルギーの乱れとか気の乱れとか、あとは自分が出したものが返ってくるとかっていうことでいくと、やっぱりそのベースにあるっていうのは、やっぱり自分の中にその大元があってだとするならば、その魔を弾くとか退けるとかっていうのも、ちょっとやっぱり全然違うことになってくるよね。いやいやいや、本末転倒というか、いやいやそういうことじゃなくて、魔を弾くって言っても、魔ってあんたの中にあるんだよっていう話になってくる。おかしなことになってくる。だからプロテクト、ね、お守りって言って意思を持つのって、結局その意思を持つことによって、新たなね、魔を呼び込むような行動であったりとか、思考であったりとか、っていうのをしない方向に意思のエネルギーっていうのは整えてくれると思うんですよ。でそうすることによって魔を跳ねのける、だから意思自体がこうバリアン、バリアを作ってね、ギーってバリアを作って、で跳ね返してくれるんだよじゃなくて、意思が言ったらクリアリングをするような方向に、ね、まあ、何の意思でもそうやけどね、すごく気を通してくれると思うんですよ ね、モリオンとかは ね、そういう意味ではいいよね、すごくね、クロス衣装ね、それぞれこう意思に得意分野ってあるじゃないですか、すごい集中力を高めるであったりとか、すごくなんかこう開放感を与えてくれるであったりとか、だけどモリオンとかはスカンとこうね、そうね、こう気を通してくれるというか、でグランディングさせてくれて、自分軸っていうかね、そういう乱れない状態っていうのを作ってくれる、やっぱ黒の石ってそういう気になるよね。なりますね、ね、見てるとね、触ってるとね、だから、こう目標に向かって、ブレませんみたいな、まあ、ということでね、まあ、今日はねちょっと長く、熱く対談形式で喋ってみましたけども、まあね、動画の中でもお話ししてましたけど、魔って何なんだっていうと、結局はまあ自分の中にあるね、そのまあエネルギーっていう言い方をしていいのかな、やっぱりその気のまあ乱れとかね、まあ怒りであるとか、そういうところから発せられたね、なんかいろいろ目の前に起きてくる事象であるとか、よろしくないこと、自分が望んでない
出来事が起きた時とかね、うん、まあそういうことをまあ総称してね、待って捉えていいんじゃないのかなと思いますよね。うん、でそういう間をね、まあ、退けるって言ったって結局自分の中から出てきたもんですから、なんか自分の中から出てきたものを退けるってなんかよく分かんないでしょ。結局いやいやここにあるんでしょっていう話になるから、なかなかなんかわけのわからない話になりますから、そういうことじゃなくてやっぱり自分自身をね、その整えていく、でその時に石っていうのは最高のツールであり、今回ご紹介してたモリオンっていうのはやっぱり自分の中のエネルギーを整えてくれる、いい波動にしてくれる、そしてそれで包んでくれる、守ってくれるっていうことですから、最終的に言うとね、嫌なものを遠ざけるっていうことにもなるんだけども、モリオンクロス衣装っていうのは自分のそのエネルギーの中でこうなんかモスラのようにね、いい気の中に包み込んでくれるようなエネルギーを感じさせてくれる石がね、モリオンじゃないのかなと思いますからね。うん、まあいい石です本当に。うん、まあ天然のねモリオンが少ないんですよっていうこう意見もあったりするんですけども、まあまあまあでもねたくさんありますから、別に全部が全部ねこう人工的に照射したものでもないし、じゃあ人工的に照射しているものがダメなのかって言ったら全くそういうことではなくて、それはそれでエネルギーがあったりしますから、別にどっちが好きですかっていうことでいいと思うんですよね。どっちがいい悪いじゃなくてね、そんな感じで捉えてもらって、モリオン自体はね、正直そんなにないです、うちのお店にね、そんなにないけども何点かありますから、実際にね見てみたいなっていう方はお店に来ていただくなり、そしてね、電話なりメールで問い合わせていただいてもいいんでね、またお店の方に遊びに来ていただけたらと思います。そしてこの動画のチャンネル登録はまだお済みじゃない方はぜひこの機会にね、今日は本当ね長く、ちょっと対談形式でね喋ってみましたけども、また良ければね、チャンネル登録をねしていただけたら大変嬉しく思います。ということで何かコメントなどがありましたらね、どんどん送っていただけたらと思います。まあ、それでは今回はブラジルで採掘されたモリオン2467点ご紹介してみました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。